ゃあその赤いトップス着られてる方、はい、マイク渡しください。ふるさと自慢といえばでお願いします。おお、ふるさと自慢といえば、はい、こちらはフリップにお書きいただくんですよね。はい、はい、ではお持ちしますね。書いていただく際にそうですね、マイクを置いていただくので、と言ってらっしゃる桜田さんも、これはご当地キャラクター、ご当地キャラクターの V で住んでる場所を表す。これ私あの出身が千葉なんですけど、千葉くん出身の方は多分絶対に分かるんじゃないかなっていうくらい、あの赤い千葉の方いらっしゃいますね。はい、千葉くんっていうワンちゃんがいるんですけど、あの千葉県の形になぞってその千葉くんって完成されてるんですよ。だからだいたい住んでる場所は、あ、千葉くんのだいたい足元かなとか、だいたい千葉くんの耳らへんかなっていうとだいたい分かるんですよ、みんな。あ、そこらへんねみたいな、なのが結構こう千葉出身としては強みかなっていうふうに思いますね。市とか町の名前で言うんじゃないんですね。だいたいそこら辺の部位っていうので表します。桜田さんはどの千葉くんで言うとどの辺？ちょっと個人情報ですごめんなさい。わかりました。すいません。何を聞いてるんですか。そうですよね、ダメですよ。千葉くんだったら答えてもらえるのかなと思ったんですけどすいません、ちょっとシークレットで。そうですよね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい。